水瓶座が象徴することっていうのがテクノロジーとか新しい技術がもっと広がっていくんじゃないのみたいなこと、まだまだ出てくるんですね。チャット GPT、はい、ちょうど今ぐらいから7月の9日までちょっと特別です。皆さんこんにちは。本日のバイラチャンネルは前回大好評だった、占星術研究家の加賀美隆二さんにお越しいただき、下半期の十二星座占いを伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや今年下半期はどんな感じの1年になっていくんですか、ね。まあ、前回言ったことの延長ではあるんですけど、冥王星という、まあ、太陽系の彼方を運行している星が、うん、今ヤギ座と水瓶座の間をこう行ったり来たりしている感じなんですよ、はい。それで水瓶座が象徴することっていうのがテクノロジーとか、それから新しい人類の知恵みたいなところなんですね。だから前回お話ししたと思うんですけど、まあ、新しい技術がもっと広がっていくんじゃないのみたいなこと、まだまだ出てくるんですね。そうだから今 AI がなんて前回言っていたと思うんですけど、あのチャット GPT、はい、すごくないですか。すごいです。もう私もやっちゃいました。なんかさ、新しいおもちゃを手に入れたっていうね、うん、感じはするけれども、で今言った話っていうのはすごく長期的な話ではあるんですけど、うん、今年の後半だけのことを考えると、うん、もうね始まってると思うんですよね。金星、愛の星、ヴィーナス、獅子座に入ります。はい、金星はね割と地球に近い星なんで、普通はだいたい1ヶ月ぐらいで一つの星座を抜けていくんですよ。だけど今回ちょっと長め、3ヶ月ぐらいかな、10月上旬ぐらいまで金星が獅子座にとどまるという、だから金星獅子座シーズン長いんです。へえ。で獅子座ってこう楽しいこととか自己表現とか、そういうことを表すので、今ぐらいからそれから秋までっていうのはみんなこう楽しいことが増えていく気がするんですよね。だから今から梅雨入っていくでしょ、それから夏のシーズン、そして秋の始まりぐらいまで。そんなに長く楽しめちゃうんですか。そうなんです。だからそこの間のどこで自分が楽しめるかなっていうスケジューリングをやるといいかもしれませんね。でそれからもう一つ、特記すべきことなんですけど、はい、ちょうど今ぐらいから7月の9日までちょっと特別です。で今金星が獅子座にって言ったんですけど、火星という星も獅子座にあるんです、はい、だから金星と火星が揃って獅子座を運行します。で金星ヴィーナス、火星はマースって言って、神話の上では2人は、ね、結婚はしてないんだけど恋人同士なんですね。だから金星の愛と火星の情熱が結ばれる、しかも獅子座の自己表現のところで結ばれるので、はい、ちょっとこう一目惚れっぽいことがあったりとか、それから夏のお祭りとかね、コンサートとかライブとか、そういうところでなんか盛り上がるかもしれないよ。だけど自分をちょっと開放的にするようなことができるといいかもしれませんね。楽しみにしていてください。楽しみです。では各星座の下半期の運勢についてお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、まずは、うん、お羊座から。お羊座は今年の前半まで幸運の星木星がお羊座にあったんで、まあ、スタートダッシュの時期だったんですね。今ちょうど木星が今度お牛座に、次の星座に入っていくので、お羊座のこれまでの勢いっていうのがちょっとねそがれる感じ。これは決して悪いことではなくて、ちょっとスローダウンしようよっていうメッセージですね。でそれで、新しいことを始めていくよりも始まっていることを大事に育てていく、これが鍵になります。だからもう今いくつかのことを同時進行で動いてるかもしれないけど、その中でこれかなと思うことを一つ選んでゆっくり育てていく。でお羊座の人って転ぶなら前の方へみたいなところがあるんですけど、ちょっとね意図的に動きをゆったりめにして目の前のことを一個一個こう味わっていくようなことができると、今よりももっとハッピーになれるんじゃないかなと思います。では続いて、はい、お牛座、お牛座行きましょうか。お牛座さん、お待たせしました。12年に1回の幸運期が来ました。やってまいります。これは木星という幸運の星が12年に1回自分の星座に巡ってくるんですけど、はい、今ちょうどお牛座に入ってくるんですね。だからお牛座の良さっていうのが出てくるし、それから今蒔いた種とか始めたことがこれからまあ4年後あるいは6年後、もっと言えば12年後に大きな実をつけていくっていう感じなんですね。今スタートしたことがこれから育っていくサイクルなんですね。だから焦らないで何か、今始める。で、お牛座の人ってちょっと腰が重いから始めるのに躊躇することがあるんだけど、やりたいなと思っていることがあったらぜひ今スタートだけでも、まさに種をまく時期ですもんね、はい、
双子座の方々は、はい、双子座の方なんですけど、双子座の人ってね、いつもこうフットワークが軽くて、うん、リズミカルに動いていて、まあ、かっこいいスタイリッシュな人が多いんですけど、ちょっとその良さが自分で出てないなと思うことがあるかもしれない、うん、でもそれは見方によってはチャンスで、はい、なんか流れに乗ってると自分を振り返らないじゃないですか、うん、勢いのまま行っちゃいますもんね。そうそうそう、ここで今ちょっとこう不調だなっていうふうに思ったら、いつもと違うなと思ったら、逆に言うといつもと違う自分を発見できるチャンスなんですよ。でそこをやっておくと何がいいかっていうと、来年です。来年の後半以降、12年に1回の幸運期がやってくるんで、これまでのことを振り返っておくと新しい次のものを入れる余白ができるっていう感じですかね。それからアートとか芸術に対しての感受性が高まっているので、ちょっとねアートとかいろんなものを見に行くといいかもしれませんね。続いて、はい、蟹座はどうなりますか、ね、はい、蟹座さんってね、優しい人が多いんですね。でそれで共感能力も高いから、うん、いろんな人とこう気持ちの上でつながる人が多いんですよ、はい、でそういう面が特に今は強くなって、いろんな友人とか、まあ、お友達ね、うんうん、そういうネットワークが広がる時、うん、だから一言で言うと友達運がいい、ここがポイントなんですけど、はい、今言ったみたいに蟹座の人って共感力でいくんですね、うんうん、が得意技なんですよ。だから気持ちが同調する人ばっかりとつながっていく癖がある、近い人たちと一緒にいる、うん、いるのが多いんですね、うん、だけど今はそこをもう一個超えて広がる時なんです、うん、だから、育ってきた環境が違うとか、うん、価値観が違うとか、なんか違うなって思う人とつながっておくと、これまでになかったチャンスが広がるので、それからこれまでなかったチャンスとつなげてくれたりね、うんうんうん、することがあるので、違和感があるような人が逆にキーパーソンだっていうのをちょっと頭の中に入れておきましょう。今はその違和感を取り入れていく時期なんです、うん、はい、では続いては、はい、獅子座の方は、獅子座の方なんですけど、獅子座の方は自己アピールもともと得意なんですよね、うん、それがさらに高まります。おというのは強みが、まあ、一言で言うと引き立て運っていうのかな、うん、こういろんな人たちから自分のいいところを認めてもらえるチャンスなんですね、うん、なので獅子座の方は自己アピールうまいんだけど、はい、もっとやって大丈夫です。もう自分売り出しましょう。だから自己プロデュースってことを考えていくと、特に仕事面、うん、昔こんなこともやってますってことをアピールすると、まあ、特に上の方ね、そういう方が認めてくださったり、だからそこでちょっと自分をアピールすると上の人も見つけやすいんだよね。なるほど。続いて乙女座の方々は、はい、乙女座の人はですね、もともと非常にこう潔癖症だし完璧主義というか細かいところに目を向ける人なんですけど、うん、今ねすごくいいシーズンなんですよ。だから目の前のことをちまちまやってるだけだとちょっともったいない気がします、うん、だから大きいビジョンで夢を大きく持って理想を高く持ってやっていくと、はい、次の扉が開いてくる。こうちょっと細かいところは一旦目をつぶって広く物事を見た方がいい。小さいことにちまちまこだわってないで、うん、ここをやってから次に行こうっていうんじゃなくて、こっちをやるためには今これどっちどうしたらいいっていうふうに、こうから考える、未来の方から今の自分を見るっていうことをやるといいかもしれませんね。それからできるできないってことを今判断しない、できたらいいなって判断する。可能性のパーセンテージじゃなくて、うんうん、パーセンテージが 5% でも 10% でもあったらちょっとやっとけばいいんですよ。でもしできなくてもそれは絶対次につながるので、それから旅行運がいいので、今ちょっとね状況も整ってきたから、そうですね、ご自身の状況が許せばちょっと足を伸ばしてみるのもいいかもしれませんね。楽しそうですね、うん、はい、続いて天秤座の方々はどうですか。はい、天秤座の方、今年前半は気持ちがね、うんうん、外にガーッと向かっていって行動半径が広がっていったと思うんですよね、はい、うんうんうん、で忙しかったかもしれません、うん、広がっていって楽しいんだけど結局何だったんだろうかっていうことがちょっとあったかもしれないんで、うんうん、今は逆に内向きに、あるいはこう絞っていく時です、うんうんうん、なので広く浅くではなくて深く狭く、それから、人間関係も本当に大事な人と深く、うん、一対一でじっくり話してみるとかね、うん、そういうことが自分のためになっていったりとか、うん、これからの長い縁をつなげていく。でそれからもう一つ特筆すべきなのは、はい、何かねバトンを渡されるかもしれない。これは、形あるものかもしれないし、うん、無形のものかもしれない、うん、精神的なものかもしれない。でそういうものを自分が引き受けることによって自分の強さにこれはなるので、ぜひ面倒くさがらず、面倒くさがらず引き継ぐ伝統、はい、
続いてサソリ座の方はどうですか。サソリ座の方は幸運の星が自分の星座の対抗の星座に行きます、はい、でこれはねサソリ座の人の心の扉を開いてくるんですよ。ほう、サソリ座の人って結構ディフェンシブな防衛心が強い、うんうんうん、だから一見社交的なように見えて本当のところはなかなか開いていかない人がちょっと警戒心が強めなんです。強いんですよね。だから言ってみたらこう自分の心を一つの国だっていうふうに考えると、うん、パスポートコントロールが厳しい。なるほど。でそこをちょっと緩めてあげると、うんうん、ちょっと違う人も入れてみるとねいろんなチャンスが広がってくるような気がします、うん、もしシングルの方、うんうん、ちょっと心のハードルを下げておくとパートナーがいよいよ見つかるかもしれない、この時期に。でそれからお付き合いをしばらくしてきた方がいたら次のステップ、まあ、結婚も含めて、うんうんうん、そういうところに歩みを進めていけるかもしれないんで。お仕事的にはどうなんですかね。仕事も共同経営者みたいなこととか、それから誰かと一緒にやるとかそういうことがいいと思いますね。なるほど、はい、伊手座さんはいかがですか。はい、伊手座さんはですね、はい、急にこう風向きが変わってくる感じがします。と仕事運が急にねアップしていくかもしれない。いい方に風向きがどんどん変わっていく、はいはい、一つポイントは自分の足元をもう一回固め直す時かもしれないですね、うん、何かね責任を負うようなことが出てくるかもしれないので、うん、その責任から逃げないでやっていくことが大事。伊手座の人ってこう自由を愛するので、はい、そういうのって面倒くさいなと思うかもしれないんですけど、ここはちょっと引き受けておくと、うん、魂の精神年齢が上がる。あ、その一方で自分の本当の安心できる居場所、うん、これをもう一回固め直すってそれ両方かな、うん、職場内でもってことですね。そうですね、うん、はい、そしてこう自分が任された責任を新しく増やしていくっていうので、はい、次ヤギ座はいかがですか、ね、はい、ヤギ座の方も土の星座なので、はい、牡牛座乙女座ヤギ座の方そうなんですが今幸運期に入っています、うん、木星というラッキースターのバックアップを受けて、はい、幸運が広がっていく時期なんですね。で特にヤギ座の人ってちょっと真面目だから、うんうん、楽しいことがあったら先にそれやっちゃってもいいじゃないでしょうかね。それやったらご褒美先にもらっちゃったから頑張れるっていう、ね、うん、こともあるかもしれないし、うんうん、でそれからヤギ座の方にとっては、まあ、恋もねいいです。自分も楽しめるような時期なので、うんうん、自分が楽しいと相手も楽しいから、うん、自分がエンジョイできるような場所に行ってると楽しそうなヤギ座の方を見て、うん、あの人いいなと思ってくれる人がいそうですね。クリエイティビティがアップしている時期なので、今昔と違ってどんどん新しいことできるじゃないですか。そうですね、今これやってる、ね、動画なんかもそうじゃない。まさにですね、動画とかあと本当に自分で小説を書いたり、うん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 、漫画を書いたりとかで本作ってる方とかもいますもんね。そうですよね、うん、どうせだったら自分でやるっていうこともいいかもしれません。なるほど。続いて水亀座の方。はい、水亀座の方はですね、自分のこうちょっと植え替えって僕は言ってるんですけど、はい、自分の居場所とか環境をちょっとこう変えるべき時なんですね、うん、だからもし今なんかちょっとうまくいってないな、違和感があるなと思ってらっしゃったら、それは多分自分の居場所がね今の水亀さんにしては狭いんですよ。例えば同じ仲間と同じ場所でだべってるっていうようなことがあったとしたら、多分それ今の水亀さんにとっては、まあ、悪くはないけれども、ちょっとこう手狭だったり窮屈感があるんですよね。そしたら全然会ったことがないような人と喋ってみるとか、うんうんうん、あるいはもうちょっとこう今住んでる場所をもうちょっと変えてみるとか、今までの価値観が合わないなと思ってる人、うんうん、なんかみんな同じ愚痴ばっかり言ってんなみたいなことがあったら、ちょっとその人間関係も変えてみる、うん、でそのことで自由になれるし、それから水亀座本来の能力が出てくると思うんですよ。なるほど。だから同じとこによどまないようにいきましょう。続いて魚座の方々。はい、魚座の人なんですけども、今土星というですね、はい、まあ占星術家は土星先生と呼んでるんですけど、はい、ちょっと厳しい先生なんですね、はい、でその土星が魚座に入ってきてるので、かなりプレッシャーが強かったりする時なんです。だから言ってみたら星の先生からちょっと重ための宿題を課されている時。魚座の人ってねいいやつなんだけど、割とこう人任せにいろんなことをしちゃってることが多いんですね。でそれは周りから見ると頼られてると思って可愛げがあるっていうふうに思われるかもしれないんですけど、逆に言うと人任せにしちゃってるから自分でコントロールできてないことがあるかもしれない。でそうするといざそういうものが変わってくるとちょっと混乱するんですよね、うんうんうん、だから
何か魚座の人はこれは今自分が完全にやってる、自分が責任を持ってやってるってことを意識してやると運が全然変わってきます。まあでも一方で魚座の人にとっては木星という星はいい位置に入ってきてるので、スキルアップができたりとか、あれこういう才能自分にあったなって新しく気がついたりする可能性が高いので、興味を、ね、持ったことがあったらどんどんやってみてください。十二星座ありがとうございました。ありがとうございました。どの星座さんも蓄えの時だったり逆に羽ばたく時だったり、うんうん、それぞれこう目標とすることがあって楽しそうだなと思いました。そうですね、いい悪いって本当はないんですよね、うん、季節と一緒で、うん、だから例えば冬が嫌いな人もいるかもしれないけど、でも冬は綺麗だったりするじゃん星が、うん、だからあの単純にいい悪いではなくて、うん、あ今こういうことなんだなってことをこう参考にしていただきながら、もしそういう目で見たら今自分にできることないかないかなとか、うん、今の自分を別の角度から見るヒントにしていただけると嬉しいです。では次の動画は十二星座の各ランキングを発表していただきます、はい、また次回の動画でお会いしましょう。